皆様こんにちは、家族収納の角ゆりです。今日は整理収納アドバイザーがおすすめする無印良品の収納グッズの7選ということで、まあ、皆さん無印良品大好きですか？もう私はね、もうお店があるとついついこう引き寄せられるように入っていってしまうぐらい大好きなんです。で、お家の中でも収納グッズは結構無印良品のものが多いんですね。なので今日はその収納グッズを実例とともに一緒にご紹介をしていきたいと思います。それではスタート。家族収納チャンネル。はい、まず一つ目はポリプロピレンファイルボックスという商品です。これは無印良品といえばこれっていうぐらい定番中の定番の商品ですね。本当にアイデア次第で芯を選ばずに活躍するボックスということで、無印良品の中で本当に一番人気がある商品になります。このサイズなんですけども15センチというワイドサイズ、10センチというサイズ、それからこの、ね、高さのハーフのもの、2分の1サイズというもの、それから本など、ね、収納していただけるようなこういった形のものがあります。中身が見えないホワイトグレーというね、すっきり落ち着いたカラーの他に、こういった感じの透明の半透明の、ね、タイプの、カラーがあります。こちらちょっと中身が見えなくてすっきりなんですけど、半透明のもののメリットとしてはもう中身が、ね、見えるので、何が入っているか分かるっていうのでね、探さなくても物が取り出せるというメリットが、ね、ありますね。はい、こちら無印良品ファイルボックスの2分の1タイプのケースです。こちらを使って朝の身支度セットを作ってみたんですけど、こういった形で、朝の基礎化粧だったり、化粧品だったりとかをひとまとめてにしておくと朝の準備なんかがスムーズにできたりしますね。こちらのケースは無印良品ファイルボックスの専用ケースというものなんです。でここに引っ掛けるところがついているので、こちらにこんな感じで引っ掛けたりできますし、あと実はここの横のサイドのところにも引っ掛けることができます。ですので、これね、いろいろ外側にもつけれます。なのでちょっとね、幅広でスペース取れるよっていうことであれば外側に全部つけてしまってもいいですし、ちょっとねコンパクトに収めたいということであれば中の仕切りとしてこんな風に使っていただくと、ね、とてもコンパクトにすっきりまとめていただくことができますね。これは形が今のワイドのタイプとちょっとねこういうペンとかを入れれるサイズ、もう一つねちょっと浅いものもあるんですよ。でこの浅いタイプだとこういう短いね口紅とかそういったものもね奥まっちゃわないので、とても取り出しやすくなるんじゃないかなと思います。こういう朝のねスキンケアグッズとか小物なんかの、収納に使ってみてはいかがでしょうか。我が家のリビングの棚の収納になります。こんな感じでリビングで使うものをひとまとめにして使っていますけれども、こちらにずらーっと並んでいるのが無印良品のファイルボックスです。こうやってね種類ごとに分けてあると何がどこにあるのかっていうのが結構分かりやすくなりますよね。リビングですぐ使うような、テープラだったりとか、あと母子手帳の、ケース、ここはお薬手帳が入っていたりとか、こんな感じで、ね、男の子と女の子ちょっと分けていたりね、病院に行くときにすぐここから取っていくような感じですね。とてもね、分かりやすくなりますし、あとは見た目もすっきりするっていうのがあるのでホワイトグレーを使っていますけれども、ホワイトグレーの時は必ずこうやってラベリングを、されるといいと思います。何が入っているのか分かりますね。でこれは目印プレートを家族収納でね調べてもらうと出てきます。あとこういったものじゃなくても、こういったマスキングテープとかで書いたり、あとテプラとかそういったもので書いていただくと分かりやすいですね。もしちょっと収納苦手な方は半透明のタイプを使っていただくと分かりやすい収納になると思います。はい、こちら我が家の廊下収納になります。こちらの、ね、真ん中で使っているのが無印良品のファイルボックスになります。これホワイトグレーの、ね、タイプ使っているのでだいぶすっきりした印象になるかなと思うんですけど、玄関周りで使うような、ね、掃除道具とか、レインコート、折りたたみ傘とかね、あと日用品とかもね、いろいろ入ってたりとかします。15センチのタイプであれば日用品とかにね使うようなティッシュペーパーの収納なんかがぴったりです。5個セットなんかでねだいたい売ってると思うので、ちょうどこれが5個入るサイズになります。そしてこちらの10センチの幅のタイプは、このスリッパとかがねぴったりこう入るようなサイズ感になってますので、玄関周りなんかで使っていただくのもいいと思います。
はい、ファイルボックスはキッチンでも使っていくことができます。まあ、このようにファイルボックスをフライパンやボウルなどの収納にも使っていくことができます。まあ、立てていただくことによって取り出しやすく収納スペースもアップしますので、まあ、無駄な、ね、空間なく綺麗に収納ができますね。2つ目はポリエステル綿アサコンソフトボックスシリーズという商品です。まあ、これはね本当に使いやすくて、我が家ではクローゼットの上段に季節外のお洋服とかをね収納するのにこんな感じで使っています。でね、6個あるんだけど、まあ、これはコンパクトなね、ものだったり大容量だったり、あとね布団を入れる収納袋とか蓋付き蓋なしとかってね、バリエーションがすごい豊富なんですよ。なので本当に自由度が高くて組み合わせがいろいろできるので、まあ、収納する場所によってね使い分けしていただくことができるのでとても人気があります。はい、ソフトボックスちょっと中開けるとこんな感じで季節外のお洋服が入ってるんですけど、まあ、中に入れると多少ねちょっと重たくなるんですよ。でもこのボックスってね、あの取っ手がついてて上げ下ろしもしやすいですし、とっても軽いので、まあ、そういう上げ下ろしの時にね万が一ちょっと落ちてしまっても危なくないっていうところが、とてもねいいポイントかなと思います。で、まあ、こういう風にね折りたたみができるんですけど、すごいねこうやってしっかりとして立ち上がってくれるんですよ。なので収納した時も中のものが崩れにくいですし、この生地の裏にね実はコーティングしてかしてあるの。なので汚れにくくてすごい安心感もあるんですよね。まあ、なので、まあ、ちょっと蓋付きのものとかだったら上の方に置いててもホコリも入りにくいですし、まあ、縦横どちらでもね収納できるので、まあ、スペースも有効に使えてねすごい便利だと思います。はい、3つ目にご紹介するのがポリプロピレン収納ケース引き出し式というこちらの商品です。これは子供のね収納に私は使ってるんですけども、このサイズがねいろいろありまして、私は絶対的に奥行き 44.5cm のこのサイズが、ね、おすすめです。で、なんでこのサイズがいいのかというと、まあ、使いやすい理由は中を見てみましょう。これね奥行きがそんなにね大きすぎない、長すぎないので、まあ、奥まで見渡せるサイズ感なんですね。まあ、中にね、物を入れても軽いので子供とかがね出し入れしやすいんですよ。結構ね中に入れちゃうと物をね重くなっちゃったりするので、奥行きのね深いものってすごく使いづらくなってしまうんです。ですけれどもこの 44.5cm のサイズはもうすごく軽いので、子供とか小さい子でもね引き出しが開けやすいということ。そしてねこれいろいろサイズ感が高さがあるんですけど、まあ、このタイプ以外にもあと2種類あって全部で3種類あるんです。なので中に入れるものによって高さ変えて組み替えてもう重ねて収納ねこうやって作っていただくことができるんですよ。でこれはだいたいねクローゼットとかの収納だったり押し入れとかにもね、全部使っていただけるサイズ感になります。で我が家ではこうやってねちょっと子供でも分かるようなラベルを使っています。家族収納のね商品なんですけども、まあ、こういうのをね使っていただくと中身がね分からなくても分かりやすいです。まあ、ちょっとねここにねはめてるのがプラダンっていう商品です。これは無印良品のものではないんですけど、プラスチック段ボールっていうんですかね。これホームセンターとか100均とかにも売ってるので、プラスチック段ボールはこの目の前のところにやってるんですね。まあ、これしていただくとね中身が見えなくて、まあ、こういった見た目的にはすっきりまとめることができます。4つ目にご紹介するのがアクリル仕切りスタンドという商品です。我が家ではこんな感じでスパイスの収納に実は使っていまして、スパイスのね、戻す場所を決めれるようにこう一つの仕切りに一つずつ収納をするようにしています。まあ、これがあるとこう物が混ざらないのとガタつきが少ないんですね。このままね、出し入れしてもすっきりね収納することができます。はい、アクリル仕切りスタンドはこちらの洗面所でも使っています。まあ、こんな感じで細々とするようなねオイルとかハンドクリーム乳液とか基礎化粧とかね、まあ、そういったものの収納にも使っているんですが、例えばこうね乳液を使った後も、まあ、ここに乳液って書いてあったらこの場所にまた戻しますよね。ですので、まあ、こういう細々としたものの仕切りがあることによってこの場所にみんなが例えば使ってもここに戻してくれる、
なので散らかってもすぐに元に戻る仕組みをね作ることができるんですよ。でやっぱりこのねアクリルっていうところがね中が見やすいですし、まあ、どういったね場所でもだいたい馴染んでくれるっていうところがねとてもおすすめです。まあ、こういったねシリーズ以外にもアクリルシリーズたくさんありますので、よかったらね参考にしてみてください。5つ目はアクリルシリーズから仕切りスタンドをご紹介していきます。まあ、透明なアクリル素材なので、まあ、収納家具の色を選ばずに、使っていただくことができてとても人気なんですけれども、まあ、この幅が狭いものともう一つ幅の広いものがあります。まあ、これはね、本だったり雑誌とか、まあ、そして教科書ねこんな感じで収納していくのにも、まあ、一つの教科一つずつ収納したりするととても分かりやすくなりますし、まあ、様々なシーンで使えるのでいくつかご紹介していきます。はい、こちらは幅広のタイプの、グッズになります。まあ、こんな感じでお皿をね収納するときに重ねる以外に、まあ、こういった立ててね使うこともできるんです。まあ、こういう風にね立てていただくことによって1枚ずつね、取り出しやすく、またねちょっと戻しやすい収納を作っていただくことができますね。はい、次にご紹介するのが冷凍庫の収納です。まあ、ここはですね、まあ、ちょっと幅広のものを使っているんですけれども、まあ、このように食品を立てて収納していくことによって見やすいですし、とてもねこう取り出しやすくなっていきます。はい、6つ目にご紹介するのがポリプロピレンデスク内整理トレーという商品です。まあ、こちらは全部で種類が4つあるんですけれども、まあ、こんな感じでペンとかを収納できるような細長いタイプ、それから正方形のタイプですね、それからちょっとね、細長いんですけどワイドタイプのものもあります。でこれの他に一番大きいのが、まあ、こういったサイズですね。ですのでもう中に入れるものによって引き出しの仕切りをね変えていただけるところもポイントです。でさらにこのいいところはこういった仕切りがついてるんですけど、これ追加でね売ってるんですよ。なので自分の好きなところに仕切りをつけることができるんです。ということで例えばね、まあ、こういう修正テープの場所とかを、まあ、こう1仕切り1収納作ることができますので、まあ、このね修正テープっていう風に場所が決まってたら、まあ、ここに戻していくことができますし、まあ、見た目もね結構すっきりしますよね。ね、ここテープのりとかね、まあ、ここはホッチキスの場所ですしね、まあ、こんな感じで収納場所を決めることができて、まあ、スリムな場所にすっきり収納することができて、まあ、見た目もね綺麗です。であとはねこれの文房具の他にこういうマスキングテープ、皆さんもたくさん持ってると思うんですけど、こういうマスキングテープの収納にねこの幅がぴったりなんですよ。ですので、まあ、こういう風にね収納していただくとテープなんかも取り出しやすくなると思います。はい、7つ目にご紹介したいのがポリプロピレン平台車という商品です。これね2018年に発売されてすっごい人気の商品なんですよ。で普通の平台車かと思いきやこれすごいコンパクトで本当にね軽いんですよ。だから使いやすいですし、私実はこれ追加で購入したぐらい便利なんですね。1台でもねもちろん使ってもらえるんですけど、特徴が2台以上ねこうやって連結して使えるんです。ここねカチャンってはめれる、ね、こうやって。でこれ今横につなげたんですけど、もう縦とか横とかもう両方つなげれるので、まあ、何個でもね収納したい上に乗せたいものに合わせて連結していくことができるので、まあ、そこがねとても人気のポイントなんですね。はい、ちょっといくつか実例を挙げさせていただきますと、我が家ではちょっとこんな風に横につなげて玄関の下のところにすぐに履いていくようなスリッパを置いています。これだったらねすぐにこうやってね取り出していくことができますのでね、使わない時はこうやってしまって置きます。これだったらね邪魔にならないですし、掃除の時もどかせればいいので、もうこうやってどかしてさーっと掃除するだけなのですごい簡単です。まあスペースも取らないですし、まあ、この隙間に上手に収納していくことができます。はい、こういった台車が1台ね、玄関にありますと、まあ、こう重たいアイスコーヒーのねボトルだったり、あとはお水とかねお茶とか、まあ、そういった、ペットボトルなんかももうそのまま玄関からこうねキッチンの方に運んでいくことができるので、これがあるとねすごいスムーズですよね。なのでとても便利ですし、女性の方ね、まあ、力がない方は特におすすめです。
はい、次にご紹介していくのが、こういった家電製品とかね、下に置いていただくと、まあ、移動がスムーズだったりするので、まあ、押し入れの中だったり、まあ、こう部屋の中でもこう移動させることができると、まあ、そのまま掃除とかをねしやすかったり、ホコリもたまりにくくなります。まあ、こんな感じでね、押し入れの中でもいいんですけど、動かしにくかったり重かったり奥行きがあって取り出しにくいものに、まあ、こうやって台車を使っていただくと、とってもね使いやすくなりますので、ぜひ活用していただけたらと思います。はい、今日は無印良品の収納グッズ7選ということでご紹介をしていきましたけど、いかがでしたか？まあ、定番の商品からこういったグッズがあるんだ、でもどうやって使ったらいいのかなっていうのをね、失礼なんかをちょっとご紹介しましたので、まあ、ぜひですね、家の中に活用していただいて、生活ね役立てていただけたらいいんじゃないかなと思います。今日の動画が良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。